あのいけすかねえメガネ野郎に天空の天空の古文書を見せつけてやらねえとな。ただいま、私でござる。あ、なんか大事なところに入ってるな。よいしょ。やっほー。そういえば渡さん、今ちょうど地下にテルマさんの知り合いという方が見られているんですよ。なんでも下に古くからある石像をご覧になりたいそうで。まあ、いいや。どうもー。すいません、これちょっと読んでもらえませんか。これなんだい。あ、天空文字じゃないか。一体こんなものをどこで。もしかしてこれが開封の言葉。よし、とにかく試してみよう。ご丁寧って言ってた。何も反応がない。くそ、この石像じゃなかったのか。あたり、ありがとう。おかげで少し謎が解けてきた気がする。とりあえずこの古文書は返しておくよ。僕これから他の石像を当たって書いてあった呪文を試してみようと思うんだ。他の石像の場所はもう何度も足を運んでるから全部頭の中に入っているんだ。君のマップに印をつけておくから、僕に用があるならそこに来てくれ。袋の形をした石像だからすぐわかると思うよ。それじゃ。そんなにありましたっけ。ん、なんだ。あ、コピーロット光った。魔力が戻った。あれ、どのタイミングで。古文書に書かれてたのはロッドに魔力を宿す呪文だったのか。それ、これで前みたいに石像を。確かあいつ石像がある場所に印をつけとったって言ってたよな。あたり、とりあえず行ってみないか。うん、これじゃダメな。これじゃダメなのか。じゃあ地図に印をつけてもらったみたいなんで、どれ。あー、結構あるね。まず、こうか。結構あるね。ははーん。マジかい。マジか。結構あるね。結構あるな。スノーピークはないよな。じゃあ、一個ずつ探しに行くかい。とある村にはないのかい。じゃあ、一個ずつ行くか。まずは、じゃあ、フィロネ地方のここだな。ここかな。よいしょ。よいしょ。うっです。ここっぽい。こっちから行くんか。なるほど。あー、あった。これ違うっぽくね。あ、でも穴は開いてるな。どうもー。よいしょ。あれ、あれ、これもしかして一発で当たり引いちゃったかな。もしかして。あ、なるほど、これ全部集めていくのか。そういうこと。じゃあ他の場所も行こうか。ちょっと、マップ見ようか。次はここは全部見たから、まあ一個しかなかったからね。ゲルド砂漠かな。行くか。いや、もう、あ、あそこにあった石像。あそこに石像があるんだけど、危ない。これどうやって行くんだ。登ればいいのか。まず登るか。はあはあ。こっちに移動してきてもらって解除する。で、彼を踏み台にして、よいしょよいしょ。あ、 OK。 たったらだーん。だがまだ足りない言葉がある。まあそうだろうな、多分全部回る感じでしょ。オルディン地方見てみようか。いくつかあるね。
ここちょっとめんどくせえから後回ししよう。じゃあラネール地方、あ2個あるね。ここは2つか。よし、じゃあここから行くか。奥義まだあと1個残ってるんだよな。あれどうすればいいんだろうな。なんか前回前々回もうちょっと前ぐらいの動画で1個見つけたは見つけたけども、結局分からずじまいというかね、取れなかったんだよね。ちょっと1回エポナ取ろうか。エポナに来てもらってこう、ピヨヨンピヨヨン。でもあれだな、割と天空に1個ありそうだな。行くぜ。邪魔だ邪魔だ邪魔だ。あいたね。じゃあ降りましょうか。降りる。あーゴーストもいるね。よいしょ、ちょっとあいつ倒そうか。まずよいしょ。あ、まあ、違うんだな、違うんだなボタンが。よいしょいよいしょいよいしょい。はい、オッケー。たったかただん。はい、オッケー。じゃあ人に戻って人に戻って、あちょっと待って、ちょっと待って、そうじゃないんだな。あいつをこっちから、えいおいで、ここぐらいかな。よいしょ、よっ、はい。あ、ちょっとちょっと下手くそかい。下手くそ野郎出たな。よいしょ、よっ、はい。あれあれ、ど下手くそかい。よいしょ、よっ、もう一丁。はい、オッケー。あ、これが文字なんだね、下に書いてあるのが。そういうことか。それを今の今まで察することができなかったダメ人間ですよ。じゃあ近くにもう一個あるみたいなんで、そこも行きましょうかね。地図によるとこの辺っぽいんだけど、あれ、なんか思ってたんと違う、思ってたんと違うな。あと、あそこ、ここの上だぜ。あ、こっから登っていくのが。オーケー、わかったぜ。じゃあエポナじゃ無理だ。よし。あ、ていうかそこにあるじゃん。そこにありましたね。はいはい、オッケーです。じゃあ彼をピヨンとして下ろして、ここから、よいしょ、えい、はい、オッケー。あれあれあれ、誰連打したの。あ、そっか、ちょっと距離足りないのか。もうちょっとこれぐらい、そういうこと、こういうことか。ああ天才かい。タッタラタターン。天空文字を1個見つけた。まだ足りない。あと3つぐらい。ちょっとこれ、あそこ、あそこに登りたいな。これ真下に打てないかな。無理か。多分これあれだな。よいしょ、こっからこれを動かして、よいしょ、もうちょい、もうちょい、もうちょい、これぐらい、これぐらいかな。ここにこう、よっ、ダメかい、下手くそかい、出たな。いや諦めよう。めんどくさがる、めんどくさがるから、いや、あと3つ、あそこ、あそこ、あそこだな。係
かり小村最後にしようかな。こっちから行こうかな。よし、この辺かな。この辺だな。あ、この橋のどこかにあるっぽい。この辺かな。あ、っていうかいる。ちょっと。こいつらここっていうかここポータルになるんか。よいしょよいしょ。はい、オッケー、ありがとう。これでポータルになるんか。今まで結構めんどくせえ道回ってたな。ここ気づいてればよかった、早くに。あそこになんかあるけど、あそこじゃないっぽいんだよな。ここっぽいんだよ。ここっぽいんだよな。下かな。いるじゃん。行った、ここにいたね。よいしょ、ちょっと待って。よいしょ、コピーロット。はい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 、オッケー。これでオッケーだね。はん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 。うん、オッケー。じゃああとはマップ、かかりこ村とあと一個ここだな。ハイラル平原。あ、こっちから行けるじゃん。こっから行けるね。あれ、ここ橋落ちてるんだっけ。ちょっと待って、ここ行ってもダメかもしれないな。あ、大丈夫っぽい。あ、大丈夫っぽい。あそこかな。なんかくるくる回ってるな。あ、スライムか。この辺なんだけど、あ、いるいるいるじゃん。やっほー、よいしょ、はい、おいで。 OK、 ありがとう。はーらーらー、たったかたたーん。あれ、たらら、あ、小文字完成した。あれ、かかりこ村にもう一個なかったっけ。ほら、これ、あ、そっか、これがあれだ、普通のあれだ、教会の下にあったやつか。あ、あ、あ、なるほどね。よし、オッケー。じゃあこれで下に行けばいいのかな。これ全部古文書の文字が集まったことで、あ、レナードいなくなったな。これで、あー、開けることができるはずだ。お願いしますよ。いや、あたり、手紙は読んでくれた。手紙？結局君に教えてもらった言葉はどの赤道にも反応しなかったんだ。あの言葉には一体何の意味があったんだろうね。あれ、古文書完成したよ。これ見てよ、ほら、こないだの古文書かい。あれ、前に見た時より文字が増えてる。どうやって調べたんだい、あたり、すごいすごいよ。今度こそ本物の開封の言葉に違いない。早速試してみるよ。泣いた君のことをくんてね。
一体どういうことなんだ。これで全ての謎が解けると思ったのに、クソ、頭がこんがらがってきた。アダリ、ごめん、少し冷静になってから考えてみるよ。あ、そっか、この子はあれか、動かせるってこと知らないのか。ちょっと見せてやりたいね。ちょっと見せてやろうぜ。よいしょ。あっち持ってってやろう。どうどうあれちょっとダメか、ダメか。ほら見てよあれ、見てよあの石像。あ、そっか、まあいいや、先に行くよ。じゃあね、後からついておいで。じゃあね、バーイ。さてこの先には何があるやら。お、なんだ。あ、え、なんだ、大砲か。あたり、ああ、君どうやって石像。それにこれはすごい、すごいぞ。この大砲はまさに親父の分家にあった天空砲じゃないか。やっぱりここが怪しいと思った僕の勘は正しかった。でもこれをどうすれば天空の都市に行けるんだろう。それはまた次回。